18世紀に描かれたオルチの肖像画オルチは16世紀初頭に地中海で活動したバルバリア海賊である。オスマン帝国からアルジェノベ地中海のベーレルベの地位を与えられた。同じバルバリア海賊のバルバロスハイレッディンは彼の弟である。ヨーロッパ人からはバルバロスサのあだ名で呼ばれたがあだ名の由来は彼が赤ひげを蓄えていたことに由来するとも 部下からの呼び名である、ババ、オルチが生まったものとも言われる。オスマン帝国領のミディッリ島の出身であり、1518年にアルジェリアのトレム戦でスペイン人と戦い、落命した。オルチの出自について、資料はギリシャ人、トルコ人、あるいはアラブ人と伝えている。1470年代にヤークープ、アーガーの子として、エーゲ海のミディリまで、 オルチは誕生した。ヤークープはイスラームに改修したギリシャ人、あるいはトルコ人のスイパーヒーと言われる。1462年のミディ・リーシュマエンセに従軍したヤークープはジェノバと戦い、包装としてレスボス島ノブノバ村を与えられた。ヤークープはギリシア正教会の修道士の家父であるミティリーニのギリシャ人女性カテリナと結婚した。 彼らは四人の息子と二人の娘を設けた。オルチには、イリアース、イスハーク、フズールという三人の兄弟がいた。オルチの前半生と、海賊家業を始めた経緯については、多くの説が存在する。オルチは、アンタルヤの軍政官を務めていた、オスマン帝国のミココルクトの支援を受け、ロドストを本拠とする西洋派歴騎士団と戦った。ある時、オルチは、 西洋ハネ騎士団のガレー戦の襲撃に失敗し、攻撃に参加した兄弟のイリアースは戦死。彼は騎士団に捕らえられる。オスマン帝国のパシャが保釈金を支払ったためオルチは解放され、再び海に戻った。後にオルチはオスマン帝国海軍に行動を阻まれる、英ゲ海から邪魔が少ない西地中海に活動の拠点を移した。 オルチはしばらくの間エジプトを支配するマムルーク町に仕えたが、オスマン帝国とマムルーク町の対立が深刻化すると、エジプトの西のチュニスに移動することが懸命だと考えた。ガレー戦を襲撃するオルチ戦5 0 4年頃にオルチは2隻のガリオット船を引いてチュニスに向かい、チュニスを支配するハフス・アサのスルターンと交渉し、港湾施設の利用と引き換えに、 戦利品の5分の1を建造する取り決めを交わした。チュニスの外交であるラグレットを本拠地としたオルチはガリオットで、ローマ教会が所有するガレーを奪い、その戦果はチュニスとヨーロッパの両方に衝撃を与えた。船舶を襲撃する一方で、戦利品の木材を利用して8隻の新たな船を建造し、フズールとイスハークの二人の弟も海賊家業に参加するようになった。また、 必要な時に援助を受ける見返りとして、オスマン帝国に贈り物を差し出していた。一団は、ジェルバ島を拠点として、イタリアの海岸地帯を襲撃し、1512年に、スペイン軍によって、領地を追放されたベジャイアの領主の要請に応じて、西に進軍する。この時のオルチの一団は、12隻の大砲を備えた、ガリオット、1000人のトルコ人海賊、加えて、 キリスト教からの回収者ヤムーア人を擁していた。1512年8月にオルチはベジャイア近郊に上陸、スペイン軍が籠もる、両方に砲撃を行った。しかし、工場船の中でオルチが銃弾によってサワンを失い、指揮官が倒れた、海賊団は退却を余儀なくされる。チュニスに退却したオルチが療養している間、弟のハイレッティンがラグレットを守った。 一方、海賊団にガリオットを奪われたジェノバは、アンドレアドーリアが率いる艦隊を追悼隊として、派遣し、攻撃を受けたハイレッティンは、チュニスに逃亡した。船の半分をジェノバに奪われた敗戦にオルチは、イキドールが、翌1513年にハフス朝のスルターンに、チュニスを追われ、ジェルバに移動した。1514年に再び、ベジャヤを攻撃するが、攻略は失敗し、 ベジャイアの東に位置するジジェルを新たな本拠地に選んだ。ジジェルに移動した後、7年にわたって、スペインの圧力を受けているアルジェから救援を依頼されると、援軍を率いたオルチは、海陸からアルジェに進んだ。当初アルジェの市民は、オルチを歓迎したが、海賊団の素やな振る舞いは、アルジェの名家に失望を与え、オルチは援軍を頼んだ、アラブ人の首長サーリムを殺害する。 アルジェ市民は、スペイン軍と結託して、反乱を企てるが、オルチは反乱を打ちし、アルジェに押し寄せた7000人からなるスペインの艦隊を撃破する。オルチは、アルジェに侵攻したティンニスの軍を撃破し、1517年にティンニスを占領した。ザイアン朝の首都トレム戦も、オルチの支配下に入り、スペイン人が支配するオラン、ベジャヤ、ペニョンを除き、 現在のアルジェリアの大部分を支配していた。イタリアの商船が海賊団の襲撃を受けた報告を受けたスペイン王カルロス一世は討伐のために1万の軍を派遣する。1500人の海賊と共にトレム戦に行ったオルチは部下と共にアルジェに退却する途上、乱戦の中で落命する。オルチを慕う部下の海賊や同姫は彼の死を嘆き悲しんだ。 彼の死によって海賊団は瓦解するかと思われたが、後を継いだ弟のハイレッティンはオスマン帝国に侵入を誓って援助を受け、スペインへの反撃を開始した。そして海賊団と共にバルバロスのあだ名がハイレッティンに継承された。オルチは身長はあまり高くなかったが頑強な体つきの人物で赤色の髪と髭を生やしていたと伝えられている。 無益な殺傷を好まない性格の人物であり、反抗する相手以外には、戦場での残虐さを表さなかった。オルチが亡くなった時、怖いなかった。ありがとうございます。